なるほど。これが旧校舎ね。なかなか本格的じゃないか。さぞやゾクゾクさせてくれるに違いない。ふふふ、鳥肌が立っちゃいますね。全然怖がっているように見えないんですけど。あ、どうしたの？エステルさん、扉の前に。これってカード？何か書いてあるけど。招かれざる訪問者よ、我が仮初めの宿へようこそ。千年の呪い、恐れぬならば我が元に馳せ参じるがよい。第一の呪いは大広間に。虚ろなる炎を目指せ。ひょっとしたら発火現象かも。ポルターガイスト現象などで時々起こるらしいけど。うん、ずいぶん挑戦的な幽霊だね。僕たちに謎かけをしてきたか。上等じゃない。生きてる人間様を舐めるんじゃないわよ。強がりもそこまで行けば上出来よ。それにしても、虚ろなる炎を目指せか。多分大広間はその扉を入ったところにある大きな玄関広間だと思います。調べてみる必要がありそうですね。
虚ろなる炎、この燭台のことでしょうか。確かに一つだけ炎が灯っていないわね。よし、調べてみようか。第二の呪いは教室に。南を向く生徒を探せ。今度は教室だね。無人にもかかわらず南を向く生徒か。確か教室は左翼の1階と2階に2つずつ、合わせて4つあったはずです。コンパスを確認しながら調べた方が良さそうね。散らかってるのに、ここだけちゃんと置かれてるね。向いている方角も真南。多分ここじゃないかしら。それじゃ調べてみるわね。第三の呪いは庭園に。落ちたる首を探せ。
正解みたいだけど、次はどこになるのかしら。庭園と落ちたる首か。随分と大行だが、これも何かの比喩なのだろうね。庭園の落ちたる首、条件に合いそうな気はしますね。うん、多分間違いないと思うわ。今こそ呪いは成就せり。最後の試練を乗り越え、いざ我が元に来たれ。謎かけはこれで終わりみたいね。呪いは成就せりってやたらと嫌な感じがするけど。いずれにせよ、その鍵を使えということだろうね。会う場所を探してみようじゃないか。竜の像みたいね。この像は確か昔からここにあったと思います。かつてリベールに生息していた古代竜をかたどったものらしいですけど。匂うわね。とりあえず何か仕掛けがないか調べてみましょうか。ビンゴ。こんなものが像の下にあったなんて。悪くない趣向だ。なかなかどうしてケレン味たっぷりじゃないか。そうですね、サービス精神満点です。観光名所にしたらお客さんが集まるかも。でもさっきから思ってたんだけど、あのカードといい、幽霊の仕業にしては変じゃない？確かに実体のない霊ができることとも思えませんね。いずれにしても一筋縄で行く相手じゃないわ。気を引き締めて降りるわよ。いきなり来たか。
それにしても、ここって地下の遺跡？そうですね。中世のものだと思います。こんな場所があったなんて。うん。魔獣の気配がプンプン漂っているね。さしずめ、この地下遺跡がカードにあった試練かな？さすがに非戦闘員を連れて行くのは危険ね。ねえ、ドロシーさん。はい、何でしょう。聞いての通り、この先はかなり危ないわ。あなたはしばらく手前の部屋で待っててくれる？そんな。せっかく幽霊さんを取れると思ったのに。ま、何か見つけたら呼びに戻ってあげるわよ。それなら構わないでしょ。仕方ないな。それじゃあみんな、くれぐれも気をつけてね。さてと、先に進むとしましょう。魔獣もかなり手強いわ。慎重に行くわよ。了解。わかりました。
任せたまえ。何か見つけたら教えてくださいね。ぜひ幽霊さんを取りたいんですから。しよう、神の神髄を。
あら、もう終わりなの？
だらしがないわね。Yeah!